肩甲骨周り硬い人多すぎます。お腹周りの浮き輪肉、背中の肉痩せません。筋肉で面積が最大の広背筋、これを使うために肩甲骨周りの柔軟性が必要です。肩こり、腰痛、頭痛もかなり楽になります。スマホは床に置いて、床に座った状態で柔軟性チェックしていきます。手のひらと肘をしっかりつけたままグッと上げます。肘が目線の高さぐらいまで来てほしいですが、皆さんどうでしょう、できますか？横から見るとこんな感じです。手のひらと肘しっかりつけた状態でグッと持ち上げる。肘が目線の高さぐらいまで来てれば OK です。どうでしたか、できましたか？ビフォーアフターで比べてみましょう。ではまずは手を肩に添えて大きく後ろ回ししていきます。早く回すことが目的ではないです。ゆっくり大きく普段動かさない範囲で回しましょう。なるべく肘を高く上げて肩甲骨をグッと寄せる。座り方は正座でも長座でもあぐらでも楽な状態で OK です。肘を高く上げて肩甲骨をグッと寄せる。高く上げて肩甲骨寄せる。肩痛みがある方は痛みない範囲で回しましょう。大きく大きくなるよって方は痛みがなければ大きく回して OK です。よし OK。 そしたら次は右手右肘床についていただいて、左手万歳しましょう。指先をなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすと左の脇腹、脇の下あたり伸びてくると思います。広背筋という背中の大きい筋肉をストレッチしてます。でどの方向が正解でもないので、斜め前に倒したりとか真横に倒したりとか、あーこの角度伸びるなーって位置を探しましょう。指先をね、誰かに引っ張られてるイメージでぐーっと伸ばすとより伸びてきます。呼吸は止めないようにしましょう。よし OK。 次反対いきます。左手左肘床についていただいて、右手を上げて伸ばします。なるべく指先遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。脇腹脇の下伸びは OK です。最近よく質問いただくのが、この時に反対側のこっちのお尻がこうやって床から浮いちゃうんですけどいいですかって質問いただきます。全く問題ないです。脇腹脇の下伸ばすことが目的なので、お尻は浮いてもいいです。呼吸止めないようにして、もしきつかったらね、再生速度調整したりとか途中でサボりサボりやりながらやりましょう。 OK。 そしたらこのあぐらみたいな状態から、右足を左こっちに持ってきて、この足をお腹にグッとつけます。右のお尻伸びる感覚あれば OK です。最初に上半身の柔軟性チェックを行ったんですが、なんでお尻伸ばすかっていうと、この上半身の筋肉がね、お尻からついてるんです。広背筋って大きい筋肉が、なので関係するので、しっかりお尻伸ばしましょう。なるべくこの足をお腹につけると伸びます。いまいち伸びないよって方は、この右足ちょっと前、こんな感じでも右のお尻が伸びてれば全く問題ないです。 OK。 逆足いきます。左足を右こっちに持ってきます。でこの足をお腹にぐーっとつけます。左のお尻伸びれば OK です。なるべくピンと胸張って姿勢よくしとくとね、より伸びてきます。余裕がある人は足をお腹にグッとつけてあげるといいです。きつい人は足こんな感じでもいいです。目的は左のお尻伸ばすことです。呼吸は止めないようにして、きつかったらね、再生速度調整したり、各種目の最後の10秒サボったりするとだいぶ楽になります。肩はね、力入れないようにして呼吸を止めないようにしましょう。OK。 そしたらあぐらとか正座とか楽な体勢で座って、後頭部で手を組んだら、おへそを覗き込む。ゆっくり反らせる。おへそを覗き込む。ゆっくり反らせる。呼吸は止めないで。スピードはね、大切じゃないです。普段動かさない範囲までしっかりおへそ覗き込んでゆっくり反らせる。肩腰痛い方は痛みない範囲で OK です。反らせる。しっかりおへそ覗き込む。ゆっくり反らせる。呼吸は止めないようにしましょう。よし OK。 そしたら次は一回足伸ばしましょう。そのまま長座体前屈、ゆっくり前に倒れましょう。反動つけて OK です。これ今までもやってるんですが、最低ラインは指先がつま先触れるぐらいです。理想はね、この手首がつま先触れるといいと思います。ふう。そんなにギューって筋トレみたいに頑張るというよりかは、
頭を下げて反動つけながらね、こうやって前に倒れていくとちょっとずつ柔らかくなってきます。なるべく膝が伸びてる方が効果的です。ふう、呼吸止めないようにして、きつかったらサボっていいですからね。 OK、 そしたら次、二の腕ストレッチ。右手を上げて左手で右肘をつかみます。で、右の二の腕伸ばしてます。ちょっと体をね、左に倒してあげたりすると脇の下ぐらいまで伸びると思います。後ろから見るとこんな感じです。余裕があれば右手で肩甲骨触ってあげると、よりね、二の腕脇の下伸びてきます。余裕があれば体ぐーっと左に倒すといいと思います。ただね、肩腰痛みがある方は痛みない範囲で行いましょう。呼吸止めないようにしましょう。よし、 OK、 逆いきますよ。左手上げて右手で左肘をつかみます。左の二の腕脇の下伸ばしてます。ふー、皆さんついてきてますか？ふー、でね、余裕がある人はこの左手で肩甲骨触っておくとより伸びます。さらにね、体を右に倒したら伸びてきます。結構ね、短い時間にたくさんストレッチ詰め込んでるので、再生速度をね、自分のやりやすいように調整したりすると最後まで完走しやすいと思います。呼吸は止めないようにしましょう。よし、 OK、 そしたらまた楽な状態、正座、あぐら、何でもいいです。横に手を広げて手をねじる、内外にねじる、こんな感じです。見えますか？呼吸は止めないようにしましょう。ゆっくりです。内外にねじる。これもスピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲までしっかりねじることが目的。きつい。最後の10秒はサボってもいいですからね。呼吸止めないで頑張って。でね、この動画基本的に座り方、さっきからお伝えしてるんですが、正座、長座、あぐら、何でもね、皆さんが楽な体勢で座っていただいて大丈夫です。 OK、 そしたら次、後頭部でこんな感じで手を組んで、で、右肘をぐっと下に下げる。右の脇腹を使います。ぎゅーっと右の脇腹縮まってる感じありますか？真横にね、体倒すイメージ、こうやってぎゅーっと、途中で一回戻してもいいです。肘を下にぐっと下げて脇腹を使う。ふー、斜め前に倒すんじゃなくて真横に肘倒すイメージ、脇腹使う感じありますか？きついきつい、ほほ、きつい。右の脇腹がぎゅーって縮まってれば OK。 ふー、頑張れ頑張れ頑張れ。OK、 できました。難しいですよね、ちょっとね。よし、じゃあ反対いきますよ。このまま左の真横に肘を下げる。ふー、左の脇腹使う感覚ありますか？右の脇腹伸びます。左の脇腹を縮めてます。ふー、呼吸止めないで。これもね、お尻多少浮いてもいいです。この左の脇腹ぎゅーっと縮まる感覚ありますか？ふー、肘はね、こうやって真横に下げるイメージ、斜め前に倒すといまいち感覚ないと思います。真横にぎゅーっと、はぁ、きつい。ふー、呼吸止めないで。ふー、頑張れ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 。 OK、使う感じありましたか？で、脇腹使ったんで、ちょっと一回伸ばす意味も含めて両手でバンザーイ、限界までバンザーイ、ギューッと上まで上げてストンと落とす。バンザーイ、肩腰痛い方無理しないで、上から手のひら、手をね、誰かに引っ張られてるイメージでバンザーイ、ストンと落とす。痛みある方無理しないで、限界までバンザイ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 、頑張れ、ストンと落とす。あと2回いきましょう。バンザイバンザイバンザイ、限界までバンザイ、指先誰かに引っ張られてるイメージ、ストンと落とす。バンザイ、ラスト1回、バンザイバンザイバンザイ、限界まで上げて、よし、 OK、 お疲れ様でした。最後に柔軟性チェック一緒にやってみましょう。楽な状態で座って、手のひらと肘しっかり合わせたままぐっと持ち上げます。肘が目線の高さまで来てれば OK。 皆さんどうですか？僕はだいぶ行きやすくなりました。これ腰肩痛い人無理しないでくださいね。横から見るとこんな感じです。手のひらと肘つけたまま上げる。目線の高さまで肘が来てれば OK。 よし、 OK、 お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。柔軟性チェックの結果どうだったかコメントでぜひ教えてください。ここまで頑張ったら全然ズボラじゃないです。もしこの動画良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。とにかく1日も早く痩せたい方向けにダイエット1週間目に配布してます。13万人の方が登録してくれてる無料の公式 LINE、 無料の友達追加していただくとダイエット1週間メニューが全身バージョン、足痩せバージョン、お腹痩せバージョン、二の腕背中痩せバージョン、ふくらはぎ痩せバージョン、
全部もらえます。さらにダイエット習慣化のためのカレンダー、痩せない原因や早く痩せるための方法が分かる自腹ストレッチ無料の教科書、そしてさらに僕が2ヶ月で8キロした時に具体的にやってた食事、運動、メンタル維持の方法、すべて無料でプレゼントします。概要欄固定コメントに貼ってある無料の公式 LINE のリンクをクリックして友達追加すればすべて無料でもらえます。